茅野実人は、日本の哲学者。津田塾大学総合政策学部長、教授。専攻は、政治哲学、社会理論。愛知県岡崎市丸山町に生まれる。父親は、トラック運転手をしていた。岡崎市立三河中学校、愛知県立岡崎北高等学校卒業。1994年、早稲田大学文学部卒業。 1995年、フランスへ留学。1998年に、パリ大十大学で、DEA の学位を取得し、2003年に、同大学大学院任哲学科博士課程を、修了した。哲学者、エティエンヌ・バリバールに指示。朝日新聞、逆風満帆には、笑顔のバリバールとの写真が掲載された。2004年、 東京大学大学院総合文化研究科21世紀 c o e 教生のための国際哲学交流センター研究員となる。2007年、津田塾大学学芸学部国際関係学科、準教授に就任。2013年、教授に就任。同年、女性ファッション誌やニコンに浴衣姿でモデルとして登場し、話題を呼んだ。2017年、 津田塾大学総合政策学部学部長、同教授。A.B. 森田真子。心は、三河市のふるさと哲学者、茅野俊人さん。中日新聞2015年11月30日付長官。三河版。14面。朝日新聞2012年11月10日。浴衣男子白熱図鑑かっこよすぎる。学者先生。アニコン小学館2013年7月号。 思想地図ボリューム4日本放送出版協会2009年 P337 ありがとうございます。